出ちゃん、出す。さんよ。あら、挨拶ちょっとかぶってしまったわ。ところで、どこ行くの？マムさん。愛も変わらず、ルーちゃんは行き場所知りません。どこなの？そんなのいいじゃない。もう私たち、どうせ楽しむんだから。せやねんけどな。帰ろう、ルーニー。こだわっちゃう。どうしても知りたいんやな、ルーちゃん。いろいろな男の子はそういうとここだわっちゃうんやな。ルーニー、早く行こう。ちょっと待って。早く行く。ちょっと待ってよ、もう。もう最近のレイさん、すごいパワフルやからな。ほんと、ルーちゃん、まいっちゃう。もうでも、それで助かってるんやけどな。待って、レイさん。それそれそれ、ルーちゃん、テンション上がってきたで。行くで。さあ、ママさん、エスカレーターに乗るで。パパさん、行くで。お、ちょっと怖かった。びっくりした。いやー、そしてペットカーに乗って、切符を買って、行きますよ。蓋を閉められて、あれさ、いやー、改札を通って、ホームで待ちます。いやー、車もいいけど、電車も。とってもいいね。いやー、楽しみですわ、今日も。今日はどんな電車が来るんですかね。緊張してきた。いや、この緊張感もまた楽しみの一つなんですけどもね。レイさんはどう？電車は。私は電車あまり慣れてないけど、楽しみの方が勝っちゃうかな。やっぱりそうやな。でも、ルーニー、何？楽しいよね、このお出かけ。だよね。私は大好きだわ。ルーちゃんも好きやで、お出かけ。そうね、こうやって連れて行ってもらうの嬉しいよね。そうやな。さあ、行きましょう。行こう行こう。あ、ルーニー、来たわよ。来た来た。あ、ほんまやな。来たか。すごい。おー、ママさん閉めないで。それはダメ。ママさん、いや、ちょっと待って。閉めないで。いや、見たいの、ルーちゃん。いや、もうママさん。閉められた。さあ、閉められたけど、乗りますよ。ガタンゴトーンって、ちょっと揺られながら、ああ、いきねえ。眠なってきてもうて。いや、もうカメラ映すんやったら、ポポさん言ってよ。お、開けてくれんの？いや、嬉しいわ。おー、えらい、ごっつい乗ってるな、人。いやー、たくさんやわ。みんな、どこ行くんやろうな。いや、ちょっと待って、閉めないで。また閉められた。いい子にしとこ。よっしゃー、着いたでー。おー、あら、こんな駅見たの初めてやな。ここは一体、どこやねん。うわー、やっと開けてもらった。息が詰まるかと思った。あー、ここはほんまに一体どこやろな。パパさん、どこなん？でもルーちゃん自力で当てたるからな。エレベーターに乗って。あ、これはほんまにどこなんやろな。ルーちゃんもわかりません。でもなんか楽しそうやな、レイさん。楽しそう。あら、また閉めんの？いや、もう閉めないでよ、もう。あら、ここはほんまに、なんかでもごっつい駅やな。えらい広いし、ルーちゃんも興味津々。レイさんもよう見といてや。どこか当てるの、競争しようか、レイさん。いいわよ。あたしが先に当てるから。ヒントはないな。どこぐらいやろな。ルーちゃんの頭ではもう限界。パパさん、ようわからんわ。どないしよう。でも楽しみ。そう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 、改札出ちゃうもんね。さあ、今日も思い出いっぱい作るで。あれ、パパさんおらんで。おー、パパさんこちらで。はや、あ、エスカレーターやな。おー、エスカレーター、これも結構ペットカーに乗るのも怖いな。いや、レイさん、いける？おー、すごいな、これ。あら、あらあらあら、いい天気ですやん。もうこれたまりませんね。あら、ちょっとひょっとして、これって、あら、
やべやばし。いやー、何があるんやろな。ここ確かビジネス街やから、ワンちゃんたち遊べるんかな。はい、今日は地下鉄でお出かけ編お送りしました。ルーちゃん、もうちょっとで地下鉄になりそうかな。来週はこの淀屋橋で何が起きるんでしょうかね。お楽しみ。続く。